これが管理画面になります。で、今のログイン ID とパスワードを入れて。はい。そしたら、これ、ログインできましたと。そしたら、まずはじめに、ユーザー新規登録。はい。で、ユーザーを登録します。これは適当に、まあ、これもニックネームみたいな感じなんでいいです。適当で。で、新規登録。で、一番上のツイッターに行ってください。で、さっきのが出てくるんで、選択して、ユーザー選択。で、ここでさっき